QF12 ポンド 12CWT 公社法とは、QF12 ポンド 12CWT 官報に、工業確保が、相談版、方針上部のバネ式またザキ、広角照準器を追加する回収を行い、イギリスが第一次世界大戦で運用した公社法である。多くの書き手は、一般的に本法に研究する際に、12ポンド公社法の故障を用いる。名称の 12CWT とは、方針と褒美の合計重量に由来し、他の12ポンドと呼称される方と区別するために用いる。第一次世界大戦が勃発した時点でイギリスは、校舎法を一問も有していなかったが、イギリス軍内部でこのことを問題視する動きは、ほとんどなかった。しかしながら1914年に、ドイツがベルギー及び、フランス北部を占領すると、 航空攻撃に直面する危険性が生じたため、イギリスでは QF12 ポンド 12CWT 漢方を含む中高警報に広角砲が付与して数種類の降射砲を開発した。この時点で12ポンド漢方が有していたのはセパレートローディング QF と呼ばれる分離装薬式の弾薬であった。これは雷管を装着した新中製の薬莢に装薬が入っており、 装填準備ができているものの、弾丸と薬莢は別々に装填する形式のものである。後者法として運用するために弾丸を薬莢に装着した状態の回収、QF 弾が急いで開発され、装填速度は多少改善された。イギリス本土防空任務において、本法は通常方針の上部に、またザキを付加し、7フィート5フィートの二輪式、移動台車に乗せられた、 広角砲がを用いていた。射撃時には台車の四隅にある安定足を下ろし、四本のロッドを地面に下ろすことで台車を持ち上げて、車輪を地面から浮き上がり、車輪を台車から外した後にロッドを下げて、台車と地面を設置させることで設置が完了する。本法はまた造船所のような重要な目標の防空のために固定砲床を用いて運用されることもあった。 本砲は、高射砲として、専用に開発された、QF3 インチ 20CWT 高射砲よりも、はるかに軽量であったにもかかわらず、高射砲としては、射程と弾量が不足していた。このため、3インチ高射砲は、地上及び環状における、重校射砲として1914年から1937年まで、運用されることとなった。一方で、本砲は、 傾向射法としても、はるかに軽量な QF13 ポンド級 c w t 校射法よりも、性能面で多少優れている程度であることが、判明した。以下の表は、本砲3インチ校射砲13ポンド級 c w t 校射砲の性能を比較したものである、第一次大戦の終結時点で36問の本砲が、イギリス本土防空任務についており、 10門が西部戦線に配備されていた。メソポタミア作戦では2門が使用されたが、同地では主にハシケに搭載して運用された。また本砲は弊社と後舎が共に可能であったために、イギリス海軍では小型の艦艇の搭載砲として第二次世界大戦まで使用されていた。本砲の原型となった QF12 ポンド 12CWT 艦砲は日本にも輸出された。 大日本帝国海軍は、関西用の小口径兵舎法として、エルズウィックパターン N 及び、ビッカースマーク Z を輸入し、40口径41式8センチメートル弊社法として、ライセンス生産した。12ポンド漢方を回収して、高車砲を開発したイギリスと同じく、日本でも8センチ弊社法の行革を75度まで増大する回収を行い、 これをもとにして40口径3年式8センチメートル広角法を正式化している。ホグサーストン 1972P56 ラウトレッチ 1994P9 ホグサーストン 1972P234 から235ハットラウトレッチ 1994P13 ラウトレッチ 1994P27 ありがとうございます。